シンジです。リョウジです。ダストリボンです。そしてメタルルームメイトの皆さん、イエーイ。いっぱい話できてますね。いいペースいいペース。しかもつけ食べてた話ばっかりだから。そうそう。アカデミック。今日は深いですね。アカデミック。アカデミック。A ですからね。ということでセンターにいる赤い男ダストリバーのプレゼンテーションよろしくお願いします。そうです。今回はですね。はい。カナダで。キャナダ。カナダで。ということはコリハードということですね。お？ブライアンダムス。僕が一番好きな。はい。カナダ。コリハード？はい。ブライアンダムス。はい。セリヌ・ディオン、あとダイナマイト・キッド、トライアンプがいけるのかな、いけるのかな、いますね、いっぱい。もう俺の中でカナダといえば、はい、ニール・ヤングとラッシュ、おー初めてだ、ムービングピクチャーですね、ラッシュ初めてですね。まあ、ラッシュといえば、はい、3人組例の、あ、タンクに次ぐタンクの先輩やシリーズじゃないですか、ね、そうそうで、3人組でもうギターがアレックス・ライフソン、おで、ゲリー・リーがボーカルとドラムじゃねえか、ベース、ベース、はい、で、ドラム、ニル・パート、ニルパート、本体、本体ニルパートね、鉄人って哲学の鉄の人で、鉄人ですね、またね、アカデミックなこれも詩を書くんですよ前回続き、ニル・パートあの全部詩書いてるんですけど、ドラマは詩書いてるんですか、そうそう、へそう、ドラマチックな方ですね。今日いいね。今日いいね。本当。良かった良かった。いいですね。闇上がりなんで。調子いいですよ。はい、で、まあその今回この1980年だと思う。80年。多分80年だと思う。ムービングピクチャーってもうラッシュ81年だ。81年、うん、代表、うん。もうこれがもう代表。まだ僕9歳ですからね。これがもう、あの、トム・ソーヤーから始まって、はい、バイタル・サインズで、まあ、7曲しか入ってないんだけどね、これがもう、とにかくラッシュなので、最高なアルバムです。で、これはあの、最近の、最新のね、この、はい、ありますね、タイムマシーンっていうアルバムで、まあ、流行りの、流行りの全曲再現。あ、再現。そう、あのね、あの、1個だけ言っていいですか、全曲再現を始めた人誰か知ってますか、メタル小田和正そこでメタルだったんですね、小田和正さんメタルっすよね、マジですか、いや、もう分かんないですけど新しい、ちょっとふざけてみただけで、あれね、マイケミカルロマンスじゃない、あ、マイケミですよ、あれスレイヤーじゃないの、メタリカがですね、スレイヤーがレーニングマスターパペット20周年として、2006年にやったと、そっからもうウゴのタケノコのようにみんなやってるんですよ、今4月に今度エクストリームやりますよね、ね、日本から、ああ、ね、これがアルフティそれも、みんな同じやるんですよね、ですけども、まあラッシュもそうだ、ね、これがおしゃれなのは、これ、ね、実はディスク1のお尻の4曲からディスク2の頭の3曲なんですけど、うん、これの A 面と B 面なんですよ、あ、なるほど、ディスク1、2が、他にじゃあ曲が入ってること、あ、もちろんもちろん、あのそれだけじゃなくて、まあ、20曲ぐらい入ってきて、うん、そのうちの7曲を連続でやってるんですよ、ライブ版、これライブ版なんだ、これライブ版、そうそうそう、ライブ版なんでたくさん入ってるんだけど、単なる再録ではない、そうそうそう、はで、A 面と B 面にわざと分けたライブ版だとね、 C だって分かれちゃうよね、そうそうそう、うれしそうにまあね、みたいなこれ、ね、ラッシュのメンバーかもね、でね、で、この中で前組ですよ、だっていいっすね、これ火出まくってますからね、ほんとだ、しめ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 、やっぱ神尺だよ、そうそう、神尺のライブってやっぱ火燃え上がるの、それあの日本だと、日本だと消防法の関係でそういうライブできないから、できないですよね、そういうのでキスもね、この3枚すごいね、3つ折りで1人ずつですよね、ちゃんとね、あー、ゲリーリー、ニールパート、アレックスライブ、そうですね、なんかステージ広いですね、広く使いますね、まあまあ、それは哲学のね、哲学。ランスミキみたいな。この研究じゃないですか。僕はランスって言ったらランスストームなんですよ。ランスミキ。どんどん広がってますね。はい、あで、この中で、はい、インストの曲で YYG っていうのがあって、これが、はい、
ボアラジーって何の意味だか知ってますか？あ、なんか略ですか？そこはあの、あれないなぁ。ちょっとあの、あれですよ。いいとこ来てます、来てます、来てます。確かに。そう、忘れちゃった。そうなんです。IYG、確かあの、飛行機、管制塔の、空港で、あ、管制塔、空港の識別のナンバーってあるじゃないですか、うん、羽田未来 HMD、 そうそう、ロサンゼルスだと LX、 あ、うん、あのこの人はトロント出身なんですけど、うん、トロントの、あ、トロントって YYG、 TRT とかじゃないんですか？違う、YYG、 なんかカナダの Y から始まるとこが多いらしい、それでそのタグが付けられた時にワールドツアーの感じで、やっと帰れるんだってすごい嬉しい、あーニューバーとか、そういうことを期待してました。じゃあツアーが嫌だったんですか？いや、帰れて嬉しいんだよ。あ、そうだよ。お前、なんじゃろうよ。上がってる。いやいや、そんなことない。そんなことない。そんなことないんだけど。で、YYG は、これはね、すごく、コピーっていうか、カバーもすごく、すごいされてるんで、で、なんだろうな、マイク・ポートノイとか、あと、ポール・ギルバートとなんかそれで3人組でやったりとか、あとラッシュの2人が出てってフーファイターズのライブで、YYG をやったりとか。そうなんだ。じゃあ YYG ってどんな曲なの？口でターってやって、レレ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 レこのね、YYG がこのラッシュインリオを、で南米のライブの、あの盛り上がりの差っていうのは、ACDC とか、アイアンメイドとか、でたらめじゃないですか。はい、YYG ってインストの曲なんですけど、客全員歌います。嘘ーレレレレレそうレレ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 これもありえないです。マラカナスタジアムっていう、あの一番でっかい20万人入るんですよ。すげー。でも20万人入ってたわけじゃないんですけど、まあ、今は改装されて10万人ぐらいになっちゃったんですけど、そこでやってるライブ、鳥肌もの、もうインスト全員で歌うっていうわけのわかんないシチュエーションは結構歌いづらいっすよね、割とね。まああの、まああの、これとこれ一緒なんですか？いや違います。これがね、2011年で、はい、これはね、2004年ぐらいじゃないかな。これもやっぱライブ版でも多い。なんかね、3年に1回ぐらいライブアルバムを、3作スタジオ出してライブ出す、3作スタジオ出してライブ出すみたいな。日本にも来てほしいね。日本に1回しか来てないんですよ。いつ来たんですか、日本って。84年の9月でしょ、ラッシュって何がすごいって、サポートとかほとんどいないで、ベース弾きながらキーボードとか足でやって、3人でほとんどのライブを再現するんですね、レコード。だからちょっとムービングピクチャーから離れてくるんだけど、このエグジットステージレフトっていう、ラッシュ潰しですね。すごいっすよね、これね。このアルバム、これはライブアルバムなんだけど、この頃はまだそのいわゆるミディ、自動演奏がない頃で、アレックスじゃなくてゲリー・リーが、基本的にはベースを弾いてるんだけど、キーボード弾くときに足でベースを弾くんですよね。なんかリハーサルですよね。そうそうそう、だからもう本当にキーボードとギターとベースとなんか何人普通に弾いてると4人か5人ぐらいいるんじゃないかっていうのを全部3人だけでやってるっていう。でドラムも音階を叩けるやつとかだってそこでフォローしたりとか、そうそうそう、シンセドラムにが8つぐらいパッドがあってて、そこにパッドにいろんな音が振り分けられてあって、それをこう演奏叩くことによってちゃんとそのドラム以外の音も出す。これラッシュってカラオケ入ってますか？さっきのイギリスの音歌えないで、みんなで。イギリスの音歌えないで。YYG は入ってないっすよ。YYG カラオケで歌えないで。いや、でも、いや、そういうニーズあるってわかります。メタルルーム別注みたいな。すごいな。それで俺の、中学時代の甘い思い出を語るこの、エンジェル、イグジットステージレフトに出てる、この人が、パーマネントウェーブするの。ジャケットの人なんですけど、パーマネントウェーブスっていうのがね、このジャケットで、何年ですか？これはね、これがその、これの前だね、80年だね、ムービングチャーズの前のあれなんですけど、これもうちょっと立てて、これも81年ですね、ライブ版だから、ライブ版だから、面白いな。
スピリットオブザレイディオ、なんかあのどっちかというとあのラジオスターの悲劇に対してなんかちょっと作ったような感じ、あの本当にそうか知らない、テレレ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 レテレレテレレパンツ見たくて見てた。もう見えてる。本当だ。丸見えじゃないですか。あ、見えてる。本当だ。それ BM あるし。だから用なくてもラッシュのところ一回見てからみたいな、ね。そう。まあ、回さなくてもいいけど。まあ、自分持ってますよ。それ見たことない。パンツ見てなかった。じゃあ。ストーンズはね、あのね、アンダーカバーでしょ、あれめくりたくてしょうがなかったね、真ん中の三角ね、貸し合いコーデでバイトしてたからそういう行動がよく分かってます。いや、あれなんかやばいですよ、バージンキラーとか。あー、バージンキラーやばいっすよ。あれ、幼児ですか、幼児ですか、幼児ですよ、あれやばいっすよ、あれやばいっすよ、バージンキラーからね。あ、日本だけでしょ、あのね、ジャケットで履きにならなかった、日本だけです。日本ゆるいですね。すごいですよ、ラッシュね。ラッシュは本当です。で、結局、うん、結局というか、あのデビューした時はもうレッド・ゼッペリンフォロワーみたいな感じで、ああ、もう、もうあの初期のレッド・ゼッペリンそっくりな感じで、うん、そうそう、キングダム・カムよりそっくりな感じで、デビューアルバムの1曲目とか本当ね、ゼッペリンっぽい、ジャララーン、ドゥッ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 ジャララ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 あんまり貸し借りした覚えはないけど、ないけど、はい、別のところで俺もなんかラッシュ結構ベストアルバム2種類か3種類ぐらい持ってたりとかして、ベストアルバム2種類ぐらい出てるからね、マジですか、ね、なんかこう領事ラッシュ静かですけどどうしたんですか。いやもう今心の中でラッシュが響いてます。なんかシンジもちょっと今教えてもらってる。あ、そう、ほんとね、スルーしてたね。なんか小難しいっていうね、イメージがそうそうそうラッシュありますけど、やっぱりあと変拍子の先駆け的なところとか、ね、だからあの俺も一番初めにメタリカのマスターオブパペッツ聞いた時に、お、ラッシュっぽいって思ったんだね、あのイントロとか、はいはいはい、8分の1拍子のさらにラッシュ、うん、でもね、日本に来ないって言ってもアメリカでは結構どうだったんだよ、アメリカ行った時ですよ。毎年ライブやってますからね。あ、どこでやってんの。あの結構でかいところでやってますよ、野外で。だから俺もだからサマソニのなんかちょっとあの大御所呼ぶコーナーあるじゃないですか、なんかマウンテンとかで、まあ、あれで呼んでほしいんだけどね、単品で来れないもん、うん、もうあのウドミュージックフェスティバルなき今はさ、まあね、そこしかないかなと枠は。メタルルームで呼びますか。あらメタルっぽくないけどね。まあまあね。あ、そう。でも本当メタルの人たちにもかなり影響を与えて、うん、でまあドリームシアターなんかもそうそう、もう完全にラッシュフォロワーね、やっぱ鋼鉄人も大好きですもんね、ラッシュ。だから出してですね、まあドリームシアターも好きですけどね、あ、まあもうですよね、変拍子ね、ラッシュとあのピンクフロイドはどう違うんですか。ああ、プログレと、そう、ピンクフロイドね、僕好きだけどね、本当にロックっぽいんですかね。うん、ピンクフロイドなんだろうね、ロジャー・ウォータースやっぱりなんかちょっとなんかゆったりした感じっていうか、なんかもう、うん、なんか元のおどろおどろっぽい、ちょっとおどろおどろしい、ラッシュはね、もうちょっと変拍子とか入りつつもロックっぽいし、うん、キャッチーだと思う、うん、こっちはキャッチーで、うんうん、結構音も分厚い感じですよね、うん、あ、3人なのに分厚い、そうですよね、すごい。じゃあやっぱムービンピク入門編としてもムービンピクチャーがいいですか。そうそう、入門編はもうこれがいいですね、間違いないですね。あとその YYZ で O を言えるようにしたいな、 YYZ で何ならもう後でそこでビデオかけて、でもライブ版とかもね、ライブビデオとかもすごいですよね、ライブビデオパートでもドラム見てるだけでそうそうそう幸せになります。ドラムペンチだからね、そうそう、ペンチとしては俺のあのニールパートは俺の中の三大ドラマ、あ、1人、そうそうそう、俺の中の三大ドラマの一人でもある。おお、じゃああと二人誰ですか。あと二人は、フーの、おー、キースムーンと、あとポリスのスチュワート・コープラン。あ、俺ね、スチュワート・コープランとは一緒。あともう一人はトトのジェフ・フォーカロ。ジェフ・フォーカロ。そうするとボロは誰ですか、ドラマページとして。え、三大ドラマ、僕ディーブ・ロンバートです、ね、おお、スレイヤーのね、はい、でヤンペース。ヤンペース。ヤンペース。ヤンペース来た。あとはあれですよ、パウエリさんも。
アドラー。あ、じゃないんだ。ビニアフィス。ビニアフィス。そういうテーマでもね、聞きたいですよ、ね、どうぞ、ベストドラマ。僕は結構手数系好きだったな。あとライオットにいたあのボビー・ジャブソン・ベッド、ね、あ、まあ、イアン・ペイスも好きですよ、ね、イアン・ペイスのね、ドラムキドラムのスティックでね、そうか、両方チップがない、ね、そう、コンボですよね、ですね、あ、いろいろな話ありますね、これね、うん、ということで、ラッシュ、ラッシュ、ムービングピクチャル、うん、ね、恒例の一本締めで一本キャッチね、はい、ムービングピクチャー、はい、まあ、とにかくラッシュ聞けと、おー、そうですね、聞くならこれと、もう聞けと、はい、まあ、ちょっと一個だけ言わせたんだけど、 YYG で、はい、あの YouTube で検索すると日本人の小学校3年生か4年生ぐらいがエレクトーンで完コピしてるやつがある、すごいですよ、すごい、マジすごい、すごいすごい、それマジすごいから、それも一緒に見てほしい。合わせてご覧ください。合わせてご覧ください。それだとカラオケに YYG 入れるときその子にオファーするっていう。カラオケだから、あの歌ないです。そもそもね。インスだからね。おお、そうだ。全部カッコで、おお。確かに歌ってます。おお。でもそこをあえて入れるっていうのはいいですよ。これ出てくる。おお。歌うじゃなくて、ライブの観客としていや、楽しいですね。新しいですね。歌うだけカラオケじゃない。これ興奮しますね。興奮しますね、これ。ということで、どう締めるんだっけね。じゃあもうとにかく聞けと。ラッシュとにかく聞け。ということで、はい、ラッシュを聞け。はい。メタルルームでした。ラッシュを聞け。ありがとうございます。